渚のもとに訪れたのは愛を知らずに育った少女だった。田舎で虐待されてたの？その子通報されて役所の人来たんだって。いただきますわ。いただきます。あれってお前のお父さんなの？もしかしたらお母さんだったりして。お母さん大変でしょうけど頑張って乗り切りましょう。どうしました？だって今お母さんって私ね、あの子の可能性を潰したくない。一華はうちの娘じゃけん。あなたこんなとこにいたらダメよ、踊るのよ。うちらみたいなんはずっと一人で生きていかんといけんのんじゃ。強ならんといかんで。孤独な二人が出会った時、命がけの愛が始まる。お母さん。ミッドナイトスワン。